アンリシャルパンティエは日本の洋菓子ブランドで本店はアシアにある。経営会社は株式会社シュゼットホールディングス。アンリシャルパンティエ C3 サネオバックハウス入り絵を全国に店舗展開している。本社は兵庫県西宮市。ブランド名はクレープシュゼットを考案したと言われる19世紀に活躍したフランスの料理人。 アンリシャルパンティエに由来する。1969年に創業者である有田直国が阪神電鉄芦屋駅前に開いた喫茶店が始まりである。1975年、神戸総合からの出店要請により、生菓子以外にギフト用やき菓子を扱うようになって、以降、業用は大きく拡大することとなった。阪神大震災で痛手を受けたものの、高級用菓子メーカーとして、 関西地区中心に高いブランド力を持つ。1985年9月に横浜総合店をオープン。クレープアラレーヌを女王陛下のクレープのキャッチコピーで販売。売り場横にあるパントリーで一枚一枚焼いて包んで販売したところ、売り場を何周もするほどの行列ができ、1日4000枚も売れる爆発的なヒットとなった。この様子がニュースで取り上げられ、 アンリシャルパンティエの名前は一躍全国に知れ渡ることとなった。現在は関西以外にも多くの店舗を構えて海外にも店舗を構えるなど日本を代表する菓子メーカーへと成長した。伝統のフレンチテイストを忍ばせたアンリシャルパンティエと純粋なイタリアをテーマに楽しくおしゃれなドルチェをイメージした C キューブミルクレープ専門店の重ねをクリームパンが 人気のパンやバックハウス入りへの4ブランドで展開している。なお、アリデンは1999年に代表取締役を退任し、当社グループの商品パッケージや店舗などのデザイン管理と商品開発を手掛ける別会社の代表取締役となった。2002年にはフランスを代表するパティシエの一人、クリストフ・フェルデールを招いてパリに研究所を開設した。 2011年6月に創業家の長男であるアリデン・ゴーキが代表取締役社長に就任している。また、この企業は東日本大震災の支援活動を継続的に実施しており、2020年12月には第18回企業フィランソロピー賞を受賞するなど評価を受けている。メゾン・アン・リッシャル・パンティエ、ありがとうございます。